蝶安氏は中国のバドミントン選手。1994年のユーバーハイ決勝で19歳の蝶安氏は2から2の状況で中国の第3シングルスとして出場したが、当時まだわずか14歳のインドネシアのミアアウディナの前に敗れ中国は優勝を逃した。このことは蝶安氏の選手人生を大きく変えることになっていく。それから8年余り、 同年代の選手がほとんど成績を残して引退し、自分より若い選手が活躍し始める中、長安氏は目立った記録を残すことなく日々の練習に明け暮れていた。その長安氏にとって大きな転機が訪れたのは2003年である。この年、長安氏はオープン大会を次々に制覇し8月には世界選手権というビッグタイトルを手にした。そして、 2004年のアテネオリンピックで強敵を次々に撃破し、決勝ではアウディナにファイナルゲームの末に破り、オリンピックチャンピオンを表にした。これはあたかも10年前の雪辱を果たしたかのようであった。オリンピックの後、超安氏はもうやり残したことはありませんと言ったが、その後もずっとプレーを続けている。2006年のユーバー杯決勝では第1シングルスとして出場し、 再びアウディナを破った。2008年の北京オリンピックでも、決勝で、シャーン・カオルを21から12、10から21、21から18のスコアで、破り金メダルを獲得。長安氏は、オリンピックのシングルスを連覇した初の選手となった。長安氏は、女子選手の中では、比較的攻撃意識が強く、ドロップやカットで攻めることを得意とする。また、 1 7 5センチメートルと長身のため、コート全体をカバーするフットワークを持つ。ミスの少なさも世界で1、2位を争う。また、すべてのショットを同じフォームから打つため、非常にコースが読みにくいとされる。ありがとうございます。